スマート名刺保険業保険会社さんからあこんな依頼が来ました。えー、今まではあの保険のーセールスレディがあ一軒一軒、えー、企業訪問をして、えー、新入社員に、えー、保険の勧誘をしたり経営者の人に保険で利益を先送りできるようなあ方法のおコストダウンというか 経費節減の話なんかをししてました今なかなか訪問営業ができないのでネットですることが中止になってきましたけどネットだけではなかなか差別化がつかないのでこんな DM こんな名刺を作れないかという相談がありましたので私たちはスマート名刺の相談を提案しました。 ここには、それぞれぞのの地区担当のスタッフが名刺を作ります。そしてどんな内容なのかはこのアイコンの中に忍ばせておきますので貯蓄型がいいのかそれから将来の不安のために掛け捨てがいいのか併用型がいいのかまた商品もものすごく今バリエーションがあるわけですからそれが検索しやすいものになっている。 その時に誰と相談したらいいかっていったら地区担当ののスタッフがこの名刺から出てくるわけですね。そして普段だったら電話でもしくは Zoom でそしてお店に来てもらうような形ですけど時には相談に訪問に来てほしい時にはスケジュールを合わせてできるようなことです。 こんな一枚の小さな名刺が、えー、あなたの将来の不安を解消してくれたり、えー、会社の経営に対する、えー、アドバイスをしてくれたりするこんな名刺これをスマート名刺保険業ということで私たちは提案書を作ってありますぜひ興味のある人はご連絡いただければ幸いです